すみません、突然連絡させていただいて申し訳ございません。あ、いやいや、全然大丈夫ですよ。お忙しいのにお時間いただいて。まあ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 、大丈夫ですよ。あ、ありがとうございます。はい、あ、いろいろなんか株について。株に詳しい方を探してたら、ちょうど、もう一番に出てきて。あれですよね、山本さんからの紹介ですね。山本さんがすぐに、あ、じゃあ、角沢さんでっていうことで。まあ、私もね、いろんな、こう、事業をやってるんですよ。いたら、生徒さん集めて、はい、で、その、株について、はい、私はこう、とてもいいですよ。株って、すごいいいですよ。皆さん買ってくださいっていう、話を、こう、する、そういう事業というか、まあ、ありますね。私は、開いてますけど、もし、よろしかったら、まあ、ぜひ、来てみてください。あ、まあ、今日は、はい。私の教える、少しのことでもいいですか。あ、すいません。角沢さんをなんか、こんな、個人的にね、お呼びしてっていうのは、本当に、すいません。こんな失礼なことだと思う。いや、でもね、そちら行かせていただいた方がいいと思うんですけども。まあ、山本さんのね、お願いだったら、断れないんで。ありがとうございます。いや、全然大丈夫ですよ。まあ、早速なんですけど。はい。株を始めたいんですけども、もう何も知識がないもので、何からしたらいいんだろうと思って、やっぱり今仕事してる上で、まあ、掛け持ちでね、もう一個副業なんてのは、いや、なかなかできなくてですね。ああ、もうその場合は絶対株買った方がいいです。株を、はい。そう、株。ホンダの株ですね、ホンダの株。ホンダの株をすぐ買った方がいいです。株じゃないんですね。株です。あ、すみません、株だと思っててずっと。まあ、イントネーションは皆さん好きなので大丈夫です。別に。はい。今、ホンダの株が、今来てると。まあ、ホンダの株ですね。私が進めての。まあ、厳密ですよ。ホンダのスーパー株が、すごいいいなっていうふうに言われてて。スーパー株、ね、そうそう、スーパー株ですね。うわぁ。うん。全然知らない。そう。だから、まあ、副業な、まあ、何されるか分かりませんけど。はいはい。ちょっと厳しくてですね。まあでもそれに、ね、一番合うのはやっぱホンダのスーパー株ですね。そうなんですね。まあどこに行くにも、まあ行ったら、ホンダのスーパー株が一番いいと。スーパー株。そう。今じゃホンダの株が結構、波に乗ってるというか。波に乗ってるというか、まあもうホンダのスーパー株がとてもいいということですね。そうなんですね。で、まあちょっとメリットと、デメリットを、まず、わかりやすく説明しますと、はい、まあそのホンダのスーパー株は、まあ、まず、経済的にいいと。で、経済的にいいのと、まあ、壊れにくいんですね。丈夫なんですよ。ホンダのスーパー株は。まあ、大企業ですもんね。そう、まあ。確かに。で、それから、まあ、そうですね。自分で、こう、カスタムできる。そういう要素があるんですね。カスタムができる？ああ、カスタムできるんですよ。株カスタムできるんですね。そうなんですよ。ちょっと、ねえ、他のと比べるとちょっと変わってますけども。確かに、あまり聞いたことないというか、僕もかなり無知なんで、ちょっとそれを初めて聞きました。で、まあ、初めはリーズナブル。といったところですかね。スタートは。ところから始めるんで。そこからこう。そう、カスタムしてって自分の好きなようにやったり、こう、やれるっていうところがあるんで。わぁ、ちょっと基礎知識がないから、もう今まだ何を言われてるかがもうさっぱりわからない状態で。で、ちょっとデメリットだけじゃあちょっと説明させていきますね。よろしくお願いします。もう見た目がちょっとダサいっす。見た目？はい。ホンダのスーパー株を、まあ買うでしょうけど、そのうち、やっぱ、はい、一番最初はね、はい、一番最初は、すごい、こう、他の、ものに比べると、この他社ののに比べると、その見た目は、まあ、かっこよさには最初劣るっていうところがありますね。あ、そうなんです。じゃあ、株初心者の僕が、まあ、もし他に株やってる方いたら、ホンダ買ったんだよねって言ったら、ちょっとダサいみたいな。なっちゃうってことダサくはないんですけど、そこが逆に私はいいっていう感じになってるんですけど、あマニアの中ではもうその見た目がもう本当に。いいですね。そう、株って見た目もいいんですよ、結構。あ、その、
株を実際にその目にしたことがないんで、いろいろあるんですね。ああ、いろいろあって、そうですね。だから私もいろいろだから稼ぎやすってもらいましたね。その、スーパー株で。ちなみに、いくらぐらい？まあそうですね。去年で言うと、だいたい、1年間で総額、まあ、まあ、300万ぐらいですね、その、はい。で、そうなんですね。スーパー株の、仕事で、まあ大体300、総額ですね。なんか、その、角沢さんぐらいになると、もっと、なんか、高額な、その、儲けが出てるのかなと。いくらだと思いました？じゃあ、ぶっちゃけ、億とか、ってるのかなとか。あの、無理っす。それ無理なんです。無理っす。そういうことじゃないんですね。コツコツとっていうこと。コツコツとっていうか、もう、確実に無理ですね。それは絶対ないですね。あ、そうなんですか、ね。はい。まあ、300万が、マックス。で、それぐらいだと思ってください。それ副業で、稼ぐなら、スーパー株で。はい。その、奥なんか絶対無理です。1000万も無理です。500万もいけないかどうかってことですね。だいたい、私がもう本当に、はいはい、めちゃくちゃ頑張って、血ヘド吐くぐらい頑張って、もう血便も血ヘドも吐いて、休みもなく、本当にもう、株に、はい、乗り回って、で、配達をしまくって、300万ですね。配達。はい、そうですね。あの、角田さん、ええ。あ、先ほどから、株っておっしゃられてるんですか？そうです、株です、スーパー株ですね。ちなみに、その、バイクの株？そうですよ、もちろんです。あ、それでホンダの株っての、このバイクの株の方をおっしゃられてたんですね。そう。あ、大丈夫。うん。すいません。僕株の、あ、株主の方。そうです。あ、ヘッジファンドとか、外為とか取引とか、そっち系の方ですか？そちらもじゃあ、お詳しいということで、それも教えていただける？そっちは全然やらないんですけど、私は。はい。FX の方ですね。そうです。あ、そう、私は全然それやったことないんですよ。今おっしゃられた話は、すべて、バイクの株の話をされてた。そうです。あれは全部株の話です。でもまあ話を聞いてるところによりますと、まあその他のその株、FX の方をやる目的だったり、そのモチベーションは、最初聞いたその理由を聞くところによるとちょっと甘いなという感じはしますね。印象を受けますね。あ、そう。あれだは成功しないです。株で成功しないです。株では成功しない。はい。やられたことはあるんですか？やられたことないです。私は。あの考えはすごい甘いな、っていうふうに思いました。ちなみに、株で成功されたっていうのは、どういう。だから、その、株で配達ですね。配達？そうです。配達中華ですね。中華配達されてるんですか？株で。株の後ろに、乗っけて。あ、乗っけて、ですよ、配達で、本当に休みなく。1日8時間ぐらいですかね。1日8時間。まあ、普通ですよね。1日8時間の労働時間で言えば。まあ、それでも、こっちヘドハクまで走り回って。え、8時間。まあ、休みないんですもんね。うん、そうですね。ええー。私は稼ぎましたね。それでね、800万。あ、800万です。300万。300万ですよね。300万です。あ、そうなんだ。中華の配達で300万くすられたんですね。そうですね。基本的に、だから、その、配達は株の方がいいですね。いや、それ配達は株の方がいい。とても燃費がいいし。で、海外の、そういうことだったのか、燃費がいい。そう、タイとか、そのフィリピンとか、そっちの方が、その、人気ですね。やっぱり、高値取引される場合もありますね。やっぱり。うん。すいません、なんか、あ、そうか。僕の説明がちょっと悪かったですね。本当に、すいません、わざわざお時間取っていただいて。あ、いや、全然大丈夫ですよ。じゃあ、その、普段やられてる講習会っても、はい、株の良さをこう。そうです。だから、実際に、私が株に乗ってるとこ見せます、皆さんに。乗せるん
え、乗ってるとこお見せするんですね、皆さんに。そうですね。お見せして、良さを伝える。やります。いや、ここ角沢さんちなんで。で、また株欲しかったら、連絡ください。なんか来た。え？うわ。ジェラードチャンネルだ。押し通る。なんだあいつ。